はい、ワッツアップ哲也です。今日は東京都知事選、田母神俊夫、ひまそらあかね、桜井誠の情勢というテーマでお話したいと思います。今日はもう7月6日ですね。東京都知事選の運動期間もついに今日で終わりということになりますね。この動画がアップされる頃にはもうあとわずか数時間という感じになってるんじゃないでしょうかね。もうあんまり時間ない方はね、この動画など見ずにさっさと選挙に行ってくださいね。今回はですね、選挙 .com が出した最新情勢をね、まず見ることから始めたいと思うんですね。でこれはですね、選挙 .com という、サイトがあるんですけど、6月28日から30日までの3日間無作為に発生させた電話番号に加電する RDD 方式の電話調査と、大手リサーチ会社に登録したモニターを対象としたインターネット調査を実施したということですね。で合計2822人、うち電話調査は303人で、インターネット調査では2519人から有効回答を得たということになってます。で気になる全体情勢はということですけれども、現職の小池百合子氏がややリードということになってますね。数字はですね、これは規制上ですね発表できないということなので、はっきりは言ってませんけれども、いろんなね他の調査と比較検討するとですね、小池さんには約全体の 40% ぐらいということらしいんですね。選挙に行く人がどれくらいになるか、つまり投票率がどの程度になるかということによっても随分違ってくると思いますけれども、ざっくりですね、650万人ぐらいだとするとね、計算するとですね、260万人前後がこの小池さんに投票するのではないかなということなんですね。それから前参議院議員の蓮舫氏ですけども、蓮舫氏にはですね 30% 弱、前はね 30% 強だったんですよ、ね、32とか3とかね4とか、最近はですね若干落ちてきて30% 弱と言われてます。ざっくり180万人前後というふうに見たらいいのかなと、もう少し少なくなるかもしれませんね。それから広島県安芸高田市の元市長の石丸伸二さん、この方は 15% 程度と言われてます。ざっくり100万人前後ということになるのではないかなと、ちょっと追い上げているということでね、この調査時よりも追い上げている可能性がありますので、もう少し高いのかもしれませんけど、簡単に言えばですね、1位が小池さんで、群を抜いてるんですね。やっぱりね、ややリードと言いながらかなり差がありますと。その次に蓮舫さん、そして、石丸伸二さんということで、石丸さんと蓮舫さんの差がどんどん縮まってるという感じです。蓮舫さんは伸び悩んでると、むしろ後退してるって感じですね。小池さんは横ばいじゃないかなっていう感じですね。そういう今情勢のようですね。それから元航空幕僚長の田母神俊夫さんですね、これ僕が推してる人なんですけども、この人がその後に続いてるということです。4-5% という感じで、どっかで見たと思いますけどね、かなりその石丸さんに比べたら、差がついてるんじゃないかというふうに言われてるんです。これもよくわからないですけどね。それから AI エンジニアの庵野隆弘さん、この人僕非常に買ってるというか、非常に若い力でね、AI の時代なのでこういう力をねやっぱり使っていくべきだと思いますけれどもね。ただ都知事に向いてるかっていうと、まだそこまではね言ってないと思うんですね。退職交渉からのものの判断っていうのは必要なのでね、 AI が得意という、エンジニア的な能力というのは非常に高いんですけども、行政というのはね、もうちょっとこう幅広いというか、対処交渉からねいろいろ判断をしなきゃいけないということなので、都知事ということについてはどうなのかなというふうには思いますけれども、この有能な方ですからね、本当何らかの形で東京都が活用したらいいんじゃないかなと僕なんか思ってますけどね。あとタレントの清水邦明さん、この方は元今はそうかな、お笑いタレントっていうかな、そういう人なんですけど、アウトドアのねプロみたいな人ですよね、確かね。人柄も素晴らしいんじゃないかと思いますけど、都知事になぜ向いてるのかよく分かりません。この辺はよく分からないですね。それから作家のひまそらあかねさんっていうのが続いてるということで、この中では一番最後になってますね。
2% ぐらいという話を聞いてます。まあ、ひまそらさんはですね、徐々に浸透し始めてね、最近は若干増えてるんじゃないかという話もありますけどね。ただし、桜井誠さん、よくね僕聞かれるんですよ、桜井誠さんについてはどう思ってるんですか、一言も言わないですねみたいな言われるんですけどね。桜井誠さんっていうのは僕は評価してる面は確かにあるんですよ、うん、ただね昔のイメージはまだちょっと残ってるんですよね。非常にこの差別的とか過激な発言をしていた時期がありましてね、まあ、あの頃の桜井さんはちょっと僕はいや基本的な考え方は僕は非常に好きなところがあるんですけど、ちょっと過激だったかなという点はね、あまり評価できない部分もあるし、まあ、喧嘩パイオなところあったじゃないですか、ね、今はねあれなんか腎臓の病気かな、今だから人工透析をねやらなきゃいけなくなってるみたいな話聞きましたけども、まあだからちょっとね、今回の選挙はやや元気がない感じがしますね。また一つに絞ってると、生活保護、外国人生活保護を廃止するというね、この一点に桜井さんをかけて今、まあ、外選やってますけどね。まあ聞いてる人たちは結構共感してる人が多いんじゃないかと思うんですけどね。まあ何せねあまりその支持は高まっていないというか、そういう感じですね、まあ、広がってない感じですね。それからあと内海悟さんっていう方も、これお医者さんですけどね、僕は共感する部分が結構ある人なんですけれども、この人も、まあ、名前が出てこないのでね、桜井誠さんよりも下にいるのかなという感じですね。あとまあいろんな人いますけどよく分かりません。まあ桜井さんとそれから内海さんはこういう調査の中でもあんまり名前が出てこないレベルだということで、なんていうかな、泡沫候補的な扱いに今なってるんでしょうかね。まあこれも蓋を開けてみないと分からないんですけどね、まあ、玉上さんとかいう人たちに比べるとちょっと評価としては低いという感じになってますね。ただし回答者の約3割がまだ態度を明らかにしていないということで、情勢は流動的だという部分もあるということですね。MC の鈴木さんがこのように言ってますね。ちなみに2週間前に我々が行った同様の調査と比較すると、小池さんは割と横ばい、蓮舫さんが少し支持を落として、それと同じくらい石丸さんが少し伸ばしたという全体状況だと見ていいでしょうか、というような質問をすると、この中山さんという方がですね、まあ、選挙 .com の中心的な人ですね、そうですねと、今回の調査からはそのように受け取れます、他社でも同じような傾向が出ていると伺っています、ということですね。またMC 鈴木さんは、前回の調査と比較して AI エンジニアの庵野氏やYouTuber のひまそら氏の名前が上がってきたことも傾向の一つだと話していました、ということでね、まあ、全体的な流れというかあれはかなりねもう確定しつつあると思うんですよ。ただ今日はですね、特に、まあ、僕が支持している玉上さんのことについてねちょっと多めに話したいと思ってるんですよ。玉上さんという方が、まあ、僕は今回出てる人の中ではですね、一番保守的な政策を打ち出しているということで、最もまあ評価しているわけですね。ですから僕の希望としてはですね、玉上さんに当選してもらいたいなというふうに本当に強く思っているわけですよ。ただ今の情勢調査によるとですね、まあ、1位が小池さん、2位が蓮舫さん、3位石丸さんがねほとんどもう固定している感じですね。それからぐっと遅れて玉上さんという形になっているようで、まあ、数十万票取れたらいいのかなというレベルですよね。まあ、ひょっとしたら供託金が没収されるレベルになるかもしれないしね、そのギリギリのところにいる感じではないでしょうかね。まあ、もしそうだとしたら非常に残念なんですけどね。まあ、まだまだ1人でも2人でもね支持を広げたいと思ってます。僕は保守の考え方の人間なんで、こういう保守の思想の人がやっぱりトップに立って大きなね都市の首長としてね頑張っていただきたいなという、特に東京はね日本の首都ですからね、まあ首都の影響というのはもう全国にね広がっていきますのでね、あるいは国政にも影響を与えますのでね、こういう人がやっぱり保守のしっかりした人が東京都の首長になるということは非常に大きなことなんですよね。しかも保守でありながらなおかつですね、やっぱりどうしても今の政治というのは中国に影響されているわけですよね。そういう政治って本当に危ういと僕は思うんですよ。しかしかなり中国寄りになっている、そういう人がまあ多いと、政治家の中でもね、国政の政治家の中でも非常に多いわけじゃないですか。だからね、
まあ、玉神さんみたいな人が、本当の保守の人がしっかりとね首都を守ってくれるということがね、僕にとってはね非常に重要なことだと思うので、まあ東京都民の皆さんにはねぜひねそういう考え方で投票していただけないかなと思うんですけれども、まあ人それぞれねいろんな考え方があるので、別に強制はできませんけれどもね。まあ、玉神さんの政策というのは非常に優れていると一つずつね、言っていきたいと思います。まず一つ目はですね、災害に強い町東京を作るということでね、自衛隊出身ですからかなりこの辺はもう長けておられます。プロですよね、水食料1週間分の備蓄とかね、簡易トイレとか毛布とか、まあ、あるいは簡易の住まいとかね、テントというのかな、そういうものも含めてね、そういったものをやっぱりきちっと揃えようというようなことで、また災害に強いいろんな政策をやっていこうということを言っておられますね。2つ目は日本人としての自信と誇りを持たせる教育の実施ということで、まあ自虐史観教育の修正ですね。日本人というのはどう考えてもですね、自虐思想に染まりがちというか染まってますよね、ある程度未だにね。まあ、この玉神さんはですね、自虐史観教育の修正と、それから終身教育の復活、それから教科書採択の適正化、あるいは国旗国家の尊重といったことをね、やっぱり保守の考え方の人ですから非常に強調してますよね。まあ参政党の神谷さんがね応援に駆けつけてたので、神谷さんの映像とですね、それから玉神さんのご本人の映像、まあ、神谷さんの映像は1分半弱でしたかね、それから玉神さんの動画ですね、2分ちょっとですけども、合わせてお聞きいただければと思います。玉神さんがなんで幕僚長を更迭されたか、2008年にね、歴史問題で論文書いたからですよ、ね、日本軍は全て悪かったわけじゃないんだと言ったら司令官辞めろって言われたわけですよ。そんなおかしいことありますか皆さん。自分たちの国の歴史をね正しいって言って何が悪いんですか。なんで日本人だけずっと下向いて80年生きてないといけないんですか。我が国には我が国の誇りがあるし、我が国には我が国の正義があるし、我が国には我が国の言い分があるんですよ。そういったものを政治家がちゃんと言わなければ次の世代が胸張って生きられないじゃないですか。日本人としての誇り持てないじゃないですか。そんな教育をいつまでもやってるからおかしくなるんですよ、ね、そういうことを堂々と言ってる候補玉神さんしかいないでしょ、ね、そんなのね票にならないって言われるんですよ。けれどもそうじゃないと私は思います。今一番ね日本に欠けているものは日本人の我々のですよ、私も含めた、ね、責任感ですよ。我が国日本は、そしてこの東京都は日本人が、そして東京都民が支えるしかないんですね。外国人じゃダメなんですよ。戦前の日本人が世界から尊敬されていたんです。なぜ日本人は優しいで寛容性がある、勇気があるということで尊敬されていた。それは日本の教育がしっかりしていた。例えば教育直後終身の教科書、そういったもので徳のある日本人を育てようとしていたんです。教育直後とか終身の教科書とか言うと、今これを読んだことない人たちがですね、これは右翼的だとか軍国主義だとか言うわけですよね。まあ大体左巻きが多いんですけども、でこの読んだこともないのにですね、これを批判する、読んでみてくださいと。教育職もなんかどこが右翼的ですか、どこが軍国主義ですかと私思います。いいこと書いてます。本当に終身の教科書だってそうです。だからこういったものを私は復活をして、もっとその徳のある人間、倫理観のある人間を作るために、これを復活したらいいんではないかと私は思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして再び世界から日本人で本当に立派だなと、日本人というのはすごいなと思われるようなですね、国民を育てたいなというふうに、都民を育てたいなというふうに思ってます。実はこの教育職務はアメリカで今使われてるんです。アメリカにザ・ブック・オブ・バーチューという本があります。これは聖書の次に売れてアメリカで3000万部売れてるんです。ザ・ブック・オブ・バーチュー、これ教育職務の焼き直しですよ。これはでドイツのアデナウアー首相、執務室に教育職務を飾ってたことがありますね。ずっとイギリスのサッチャー首相も教育職務を
見て、これは素晴らしいと褒めたという話があります。ですからアメリカで現実に今使われているし、で海外で評価されているこの教育職も、日本で本家本元の日本でこれが廃止されているというのも私はおかしいと思うんです。だから復活したらどうかなと私は思ってます。でこの教育をですね、歴史教育をきちんとして、また徳のある人間を育て、で立派な世界に貢献できる強い意志を持った人間を育てる、この教育を東京都から取り戻していきたいと思います。で歴史教育教科書の選定、これを教科書を選ぶ人がね、左巻きだったら日本の悪口を書いた教科書ばっかり選ぶわけですよ。だからその教科書を選ぶ人って一体誰なのかと、どういう手順で指名されているのかというようなこともきちんと調べて、私は日本の誇りある歴史を教える教科書が選択されるような、そういった教科書選定のシステムにしたいというふうに思います。はい、いかがでしたか。かなり精神的な問題、教育の問題、日本人としての心構えの問題、それをしっかりと訴えてるじゃないですか。僕はこういうところをやっぱり今必要だと思いますよ。なんとかかんとか言ってもですね、やっぱり人間のなんていうか基本というのはもう精神ですからね。精神がもう歪んでたら、いくら頭良くても、いくら勉強してもね、いくら仕事ができてもね、いいものはできないと思うので、やっぱり精神のこの確かさね、なんていうか基盤みたいなものを大事にしようという、そういう考え方、僕は非常に素晴らしいと思いますね。それから訴えているのは友上さんですね。都民税の減税というのは言ってますね、都民の生活にゆとりを取り戻すということ、それから若者の実質所得の増加に配慮するということ、またですね、財政法4条の見直しを要求しています。財政法4条というのは何かというと、国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならない。ただし公共事業費、出資金及び貸付金の財源については国会の決議を経た金額の範囲内で公債を発行し、または借入金をなすことができるという、こういう法律があるわけなんですけども、これに縛られているということがやっぱり日本が発展できない一つの大きな要因であると。国というのは通貨発行権があるわけですからね、どんどん通貨発行していけばいいということなんですよ。もちろん限度ありますよ。これは MMT というかね、現代貨幣理論の考え方に近いんじゃないかと僕は思いますけれども、貨幣というのは別に自国通貨であればね、供給がしっかりしている以上はある程度出しても大丈夫なんだと、インフレは起きないんだと。もちろん激しいインフレになってはいけないので、その調整はしなきゃいけないということなんですよね。まあ、日本みたいにですね、消費が落ち込んで景気が悪い時に消費税増税するみたいなアホな政策をやってますでしょう。こういうことをやる必要はないということなんですよね。ただ財政法4条というのがあるので、やっぱりどうしても借金でいろいろ歳出してはいけないという縛りがかなりこの厳しくあるということで、これをね、まず改善しなきゃいけないんじゃないか、つまり改正しなきゃいけないんじゃないか、あるいは見直さなきゃいけないんじゃないかということなんですよね。まあ、これ本当は国政の問題なんで、玉上さんは国に要求すると。で単に一個人の立場で要求したってね、国は動きませんから、やっぱり東京都知事としてね、これだけの政策をやりたいんだと、そしたら財源はこれぐらい必要なんだと、いや国は財政法4条で縛られていると言うでしょうけども、その4条自体を変えなさいよと、こんなの GHQ に押し付けられたような法律だろうということでね、こんなものは完全に見直してですね、やるべきことに集中した方がいいんじゃないかと。デフォルトは絶対起こりませんからね、債務不履行というのはね、これは自国通貨発行権がある国がデフォルトを起こすということはないわけですからね。しかも日本の国債は日本人が買ってるわけなんで、あるいは日銀が買ってるわけでね、全然それによって返済不能になるようなこと、デフォルトを起こすようなことはありませんからね。だから僕は野放図に通貨を発行すればいいとは思いませんよ、思いませんけれども、日本の場合はね、本当に支出しなさすぎなんですよね。それによって、国の発展がもう阻害されて失われた20年30年40年とね、なろうとしているわけですよ。まあ、このあたりについて玉上さんの演説の動画がありますので、ちょっと1分半ほど見ていただければと思います。財政法4条です。その規定は先ほどちょっと触れましたが、国の事業をやるのに借入金とか、それから国債を発行して事業をやってはいけないと。で国会で認めた、ほんのちょっとの国債だけ認めるということになっているわけです。そしたら何でやるのか、皆さんからもらった税金でやるということになっているわけですね。それを約80年続けてきた結果、国民の多くがですね、税金が財源で国の事業をやるというふうに思ってます。これ結果騙されてるんですよね。国の事業は国債を発行すればいつでも何でもできる。明治政府が全国に鉄道を張り巡らすのに国債の発行でやったんです。あの時税金でやれ、財源は何だとか言ったらできません、あんなこと。今財政法4条
これを改正すれば全国に新幹線を張り巡らすことなんかすごくできるのすぐに。そしたら日本の景気もすごく良くなりますよ。これでもそういうことをさせない規定が財政法4条なんです。でこの財政法4条があると利益を受ける人たちがいます。税金でやらなきゃいけないから、国の財政状況が厳しいから、少し皆さん負担をお願いします。国は国債を発行するはたるからです。税金なんか上げる必要もないし、一銭も取る必要ないです。本当は国が税金を取らなくて、東京都にもお金を十分くれ、北海道にも沖縄にも金を十分くれれば、東京都の税金だってどんどん下げることができるんですよ。でも東京都にそんなに金、国はくれませんから、今皆さんからいただいた税金を財源として、まあ、事業をある程度やらざるを得ませんけども、こういったこともですね、私は東京都から発信をして、そして皆さんにも意見をいただいて、皆さんの意見をバックにして、これは強いですから、国に対してもですね、この財政法4条を変えてくださいということをですね、要求していこうと思います。はい、いかがでしたか。この発想はもう田母神さんは前からね、いわゆるツイッター X ですね、いつもね田母神さんが財政の話になった時にこういう話をされるんですよ。今まで日本というのはあまりにも手足が縛られてるとね、まあ、お金の支出はしてはいけないんだと、もう借金は返済しない、借金でもないんだけどね、つまり国民から吸い上げなきゃいけないということばっかり考えてるわけですよ。で個人消費がどんどん落ちていってる、まあ、今あの実質賃金がね25ヶ月連続で下がってるということなんですよね。岸田さんは何て言って総理総裁になったかと言ったら、所得倍増計画って言ってね総理総裁になったんですよ。どうなってますか。25ヶ月実質賃金マイナスですよ。倍増どころかマイナスなんですよ、25ヶ月もずっとね。これ公約違反もいいとこでしょう。それは当然ですよ、財政縛ってますからね。そして、国民からステルス増税も含めて、あるいは社会保険料等も含めてですね、どん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 収奪しているという形ですよね。それでね景気良くなるはずがないんですよ。今ね日本の景気がいまいち、ね、パッとしないのは、まあめちゃくちゃ悪いわけでもないけどね、パッとしない原因の一つはもうこの消費なんですよ。消費が伸びないからね、結局その消費を当てにした企業の設備投資も行われないということで GDP が上がらないということになってますからね、本当にその辺の見直しを必要だと、まあ、その辺がよく分かっていらっしゃるのが田母神さんということになりますね。それから4番目ですね。